はい、皆さんこんにちは、村長です。来ましたね。ユージャムのピアノ音源、バーチャルピアニストシリーズとして発売になりました。とっても素晴らしいです。画面もとってもかっこいいですよね。今日はこれを解説していきたいと思います。このソフトは一言で言えば、指一本でかっこいいフレーズを弾けるという夢のようなソフトです。僕なんかは鍵盤があまり得意ではありませんので、特に嬉しいっていう感じですね。そしてキーボードは C3 からの領域を指一本で弾くだけで、この画面のここですね、キーを設定しておくとダイアトニックのコードになって、例えば波長調の場合、ドの音を弾くと C の音が鳴ります。そしてミの音、ラーの音を弾くと、それだけで Em、Am に変わってくれるという、そういう優れものです。何はともあれ、一度弾いてみたいと思います。こんな感じにフレーズがもう指一本で弾けるわけです。ちょっとコードも違うものを弾いてみましょう。はい、こんな感じで本当にこの指一本で弾けてしまうということになります。でもコードに強い人はコードを弾けばいいということになります。このように自分でコードが弾ける人はこれでもいいと思います。でも簡単にプレゼンをしたりするような時に、メジャーマイナーだけでもいいような人は指一本でもできるということになります。そして鍵盤の左側の方ですね、オクターブ下のところで、このように 1,2,3,4,5,6 箇所ですね、その隣はミュートになります。この6個のキーでフレーズを弾けることになります。例えば違うフレーズをやってみましょう。はい、かなり今度は強いのになりました。それはどうしてかというと、ここにキャラクターが5つありまして、これはベーデンドルファーで録音したと聞いています。これで上から順番に優しいものからパンチのあるものまで5つのピアノが揃っています。これで弾くと優しくなります。はい、これはバラードというふうになっています。そして3つ目がコンサートピアノです。生ピアノという感じがとってもしますよね。そっからあと2つはかなりパンチが効いてきます。このようになるわけです。ただし今の状態ではユージャムの得意なフィニッシャーがここにあります。今フィニッシャーは入っていた状態ですので、ゼロの状態にしておきます。もう一度生音を順次聞いていただきます。はい、このようなキャラクターがあるわけなんですけど、もっとすごいことがあります。もう難しいことなくですね、このキャラクターを少し明るくしたりダークにしたりというのが、この真ん中のバーです。これでキャラをかなり変えれます。この音にして変えていきましょう。ライト、ダークにします。
このユーザーインターフェースも若干変わるのがとってもかっこいいですね。まだもう少しキャラクターに面白い効果を与えることができます。それはこの演奏のレンジを変えるということができます。真ん中のカラーバー、オレンジから紫色になっているバーを見ててください。指一本で弾きますが、弾かれている音を表示してくれます。はい。かなり低い位置で弾かれていますよね。このレンジを変えることによって、もう少し高い位置で弾いてくれるようになります。まだもう少し上げてみましょう。いいですね。そしてよくこういうソフトっていうのはレンジを変えたりするのはできるんですけれども、通常のアルペジエーターと違って単純な平行移動ではないんですね。いくつか5度だったら5度上げてみたらですね、全体が高くなってしまって音楽的にあまり良くないことがあるんですけれども、昨日も YouTube での解説でここにものすごく力を入れたというふうに言っておられました。さらにこの低域と高域のこのバランスというのが、今選んでるスタイルありますよね。このようにスタイルを選ぶわけですけれども、その中に今までのユージャムシリーズと同じように6個のバリエーションがあるわけです。この6個のバリエーションは、低い方から軽めの音、いわゆるあまり低音が入っていない音に変わります。ちょっと弾いてみます。ファーの音ぐらいから低音が入ってきます。こんな感じになります。ちょっと今低音を切ってあるので、低音のバランスが良くなかったかもわかりません。ちょっと低域を入れておきます。こんな感じなんですけれども、黒鍵部分ありますよね。左端の黒鍵部分、ここですね。この黒鍵部分がバリエーションになっていますので、ちょっとおかずを入れたいときにうまく弾けるようになっています。ちょっと見てみましょう。このようにできますので、これを組み合わせて弾くと、右手は見ていただいた通り指一本です。でも、こんな綺麗に弾いていけます。はい。こうして、ちょっと分かりにくいパラメーターがあります。ここにビジーネスっていうのがあります。いわゆる忙しいという意味のビジーなんですけれども、ここでも若干音の変化があります。いわゆるモッドホイールですね。これをやってみます。はい。これだけでも、黒鍵以外にもバリエーションが増えます。音数が増えたように聞こえるの分かりますでしょうか？もう一度やりますね。今一番下げておきます。一番上げます。このように変化をつけることができます。ピッチベンドをこのように調整すると、さらに強弱がつけれます。
これはベロシティが変わります。じゃあやってみます。いいですね。僕のように本当にピアノの伴奏というのは苦手という人にもかなりうまく使っていけるでしょう。ちょっとスタイルを変えてみます。このようにプリセットを作ってありますが、一つ今の時点でバグを発見しました。今のこの状態をプリセットしたいときに、ここでプリセット保存をしたら、キーボードから文字が入りません。こういうことですね。英語モード、日本語モードもあるのかなと思いましたが、それではなく入れれません。なのに僕はどうやって入れたかというと、メモ帳に文字を打っておいて貼り付けました。でもそれもですね、日本語は貼り付かないです。半角英数字だけが貼り付くという今はバグがありますので、どうしてもプリセットを登録したい方は、このようにメモ帳を出して01というふうに書きますよね。これをコピーします。そしてこちらにコントロール V で貼り付けをしたら、このように入力ができるということになります。じゃあ音色を変えてみます。このように弾けるわけです。もう一個やってみます。はい。こんな感じにたくさんのスタイルがあります。これを選択して、そしてピアノの音色を変え、フィニッシャーや、あとはアビエントですね。リバーブなどの処理をしたりすることもできるわけです。じゃあ、このように弾けることはわかりましたが、実際の楽曲作りはどのようにしていけばいいのでしょうか。ここに先日作った NHK のうららという浅井ピアノ教室さんと一緒にやっている楽曲制作があります。どんな感じか聞いてみましょう。うららギュッとしよう。きっと大丈夫。しゃがんでジャンプだ。心飛び回れ。はい。このようにピアノの先生が弾いてくれたピアノフレーズにいろいろアレンジを加えていって仕上げたわけです。スタジオ1の方ではここにコードがありますよね。これを一旦消します。そしてこのコードトラックのコードを下に引っ張ってきます。たったこれだけです。内容を見てみましょう。なぜ内容を見るかというと今 C3 の領域ですけれどもちょっとと低めなんで、これを全体に上げたいと思います。すべてを選択しまして、オクターブを上げておきます。こんな感じですね。そして、今回のボーグのみにしてみたいと思います。これですね。これだけをソロにしまして、どんな感じになったか聞いてみましょう。こういうことですので、わかりやすいように歌だけ入れましょう。ここのオケは切っておきます。この状態で音を鳴らしてみます。うららキュッとしよう。きっと大丈夫。しゃがんでジャンプだ。心飛び回れ。
ということですね。今リズムが合っていない感じがしますけれども、これはどうしてでしょうか。この曲はスイングしていますので、このスイングに合わす必要があります。それはどうするかと言いましたら、まず防具を出します。そして先ほどちょうどいいかなと思うようなプリセットを見ておきましたので、ここをうららというのにします。どんな感じか聞いていただきます。はい、こんな感じですね。そしてここでスイングの状況を見ます。はい、ここがほぼ 100% スイングを効かせています。これをもしゼロにしたらこんな感じです。これでは合いませんよね。ちょっと聞いてみましょう。うららキュッとしよう。きっと大丈夫。はい、これをスイングかけます。うららキュッとしよう。きっと大丈夫。しゃがんでジャンプだ。心飛び回れ。こんな感じにですね、今何をしたかというとですね、このコードトラックの音を引っ張ってきて白玉ですね、それを入れただけですので、これに表情をつけようとしたらどうしたらいいんでしょうか。ここにですね、これ見えますでしょうか。この左手部分のところをレコーディングして追加すればいいということになります。この部分をいろいろ変えながらレコーディングをします。ちょっとやってみます。一応メトロノームは切っておきます。うららキュッとしよう。きっと大丈夫。しゃがんでジャンプだ。心飛び回れ。ハートブルブル、嫌なことに負けないぞ。楽しい風よ吹け。はい、このようにスタイルフレーズをレコーディングしたということになります。どのようになったかというと、このキースイッチエリアに入力されたということになるわけです。じゃあ、これでドラムなどを随時追加していきますので、ちょっと聞いてみてください。うららキュッとしよう。きっと大丈夫。しゃがんでジャンプだ。心飛び回れ。うつむいてみたら足が見えたよ。硬い地面を思い感じで、コードの白玉を入れるだけでこんなうまく演奏してくれるようになります。ピアノが苦手な方にとってはとっても便利なソフトに仕上がったと思います。もう少し検証をしてまた報告できるようにしたいと思います。村長スタジオでした。